これは何、何、何、この感じ確か今の巫女は防衛本能に基づき敵を殺戮する兵器のようなものだ。これだ。敵に反応しているの。武器を収めて早く。どうなんだ。ずらかるよ。煙幕を張る。そんな隙に。でも全員消し済みにされちまう。やれるかよ。おい、ロイド。何が起こるかわからないわ。離れなさい。はい。よし、コレット。やめてくれ。コレット。行くぞ。はっ。ゼルス。あいつがテセアラの巫女。いや、事情はシーナから聞きました。私の理解に誤りがあればご指摘ください、国王陛下。うん、シルバラントとテセアラは次元の壁を隔てて隣り合う世界、そしてマナと呼ばれる目に見えないエネルギーを共有する世界。マナはあらゆる生命の源。シルバラントの血が後輩の一途をたどっているのはマナが止めどなくテセアラへと流出し続けているがゆえ。マナが尽きた時、私たちの世界は滅亡する。マナの流れを逆転させるキーイベント、それが巫女による世界再生の旅だ。旅を成功させて巫女が天使になった時、マナはシルバラントからテセアラへと流れ出ることをやめ、逆にテセアラからシルバラントへと流れ始める。マナを得てあんたたちの世界は蘇る。その代わりテセアラの大地は枯れる。砂時計みたいなもんさ。片方が繁栄すれば片方は衰退する運命なんだ。テセアラを守るためにシルバラントの巫女を暗殺する。でも誰かの命と引き換えに得られる幸せなんて。
そんなの私は。シーナよ、何故この者たちを連れてまいった？申し訳ありません。あらゆる秘術をもってことに当たりましたが、力量を及ばず、このシーナ、無念にも暗殺に失敗しました。無念にも？しかしながら陛下、幸い巫女は未だ完全な天使化を果たしておりません。そこで暗殺に代わる事前の策として、巫女を人間に戻す方法を探るべく。それがそなたの言い分か？はあ、この子が天使として生まれ変わらなければマナの逆転は発生しない。テセアラの繁栄は続く。テセアラにとっても悪い話ではないと思います。何卒ご協力を。王様、力を貸してください。これとは僕たちの大切な仲間。この世界じゃ天使疾患の研究が進んでるんだろ。どんな小さな手がかりでもいいから。黙らぬか、衰退世界の野蛮人ども。陛下、この者たちは必ずやテセアラに災いを招きます。今すぐ断固たる処分を。恐れながらシルバラントの巫女の抹殺はマーテル教会の総意ですぞ。巫女様はどのようにお考えか。そうね。あちらさんは自分とこの世界が滅びても構わないって言ってくれてるんだろ。手土産の一つくらい持たせて返すのが文明人の振る舞いってもんじゃねえの。巫女様、冗談を言っている場合では。そもそもだ、暗殺者を送るなんて話、俺様一つも聞いてねえんだよな。教会の総意？ひょっとして俺様ないがしろにされちゃってたりする？それはなんてな。俺様政治とかそういうの全然興味ねえし、無駄な手間かけちゃ悪いと気使って、そっちで勝手に話進めといてくれたんだよね。な、いかにもその通りで。よろしい、この世界を旅することを許そう。よっしゃ。ただし、何か問題を起こされても困る。当然監視付きということになろうが、さて誰か適任の者は。はーい、はいはーい。なあ、言っとくけど恩着せるつもりはないんだぜ。全然ない。でもよ、下手したら教皇の手下かなんかくっつけられて、チクチクと地味な嫌がらせされちゃったりする可能性も高かったわけだろ。俺様ずいぶんでっかい菓子作ったって感じしねえ。何が言いたいんだい。分かってんだろ犯人。なんかあれだな。あれだね。こんなのが本当に巫女なのかよ。なんだよ。エクスフィアか。お揃い。まさかテセアラの巫女はエクスフィアをその手に握りしめて生まれるんだ。巫女である証としてな。でどこからどう見ても一般庶民のお前がどうしてそいつを持ってる？だーん、そりゃねえだろ。
俺様がどれだけ誠実で信用できる男なのか、こいつらに説明してやってくれや。嘘は言えないね。なあ、釣れねえな。広場に俺様が駆けつけた時のキラキラした目は何だったのよ。ゼロス様、私が頼れるのはあなただけよ。殺すよ。お二人はどういうご関係で。腐れが、テセアラか。ずいぶん遠くまで来ちまったな。ついこの間までイセリアから出たこともなかったのにね。あ、なんか夢みたいだ。あ、いてて。ありがとな。短い間にいろんなことが変わっちまった。正直不安でいっぱいだ。でもお前は俺の親友のまんま、ずっと隣にいてくれる。心強えよ。マジでさ。ずっと一緒だよ。